Well. 遠くで煙が立ち上っているようだ。ユキさんが手配してくれた機構長を飛ばして現場を探そう。状況は緊迫している。早く墜落の位置を確認するべきだ。 OK。事故現場が見つかったな。幸いにも中に飛行士はいないようだ。もし衝突前に抜け出したのならまだ近くにいるはずだろう。 Wait, hold on. Can I get it? Oh, okay. Wait, was he there the whole time?Wait. 見つけた。きっと彼女が救助すべき人だろう。意味物に囲まれている。急ごう。君も気をつけてくれ。I bet, but let me teleport there. あなたたち、ここはとても危険です。早く逃げて、停泊士に行き、救援を頼んでください。セーゲイが危険な状況にいると伝えてもらえませんか。いや、今から助けを呼んでも間に合わないだろう。セイゲイさん、心配しないでくれ。俺たちは天白氏に頼まれて君を助けに来たんだ。You know what? I'm gonna answer seriously next time. モンスターがうようよと。もう少しの辛抱だ。予想外の出来事がなければもうすぐ運気軍が到着するだろう。皆さんは早く逃げてください。このモンスターたちすぐには登ってこられないはずです。セイゲイさん、バカなことを言わないでくれ。俺たちは君を残して逃げたりしない。はい、We won't leave you. I ain't gonna do that again. あなたたち今までご苦労。私も助太刀するわ。運気軍、陣を組め。戦闘準備を。セーゲ、もう少し耐えて。今助けるわ。There you go. まさか天白氏の舵取り自らが現場に出るとは思いもしなかった。本来なら今頃は四神宮で公文書に目を通していたでしょうね。でも母親としてじっとしていられなかった。 Wait, mother?娘が自分の実力を見誤って自ら危険な目に遭い、さらには気品に助けられるなんて。セーゲ、命の恩人たちにお礼は言ったの？ありがとうございます。いや、礼など不要だ。大したことはしていない。いいえ、これは天白氏の職分よ。なのに英雄たちの身を危険にさらしてしまって本当に申し訳ない。あなたたちのおかげで聖芸は無事だった。言葉では言い表せないほど感謝しているわ。だからこれから四神宮でお茶をするっていうのはどうかしら。お礼としてご馳走したいし、お二人と親交を深めたいとも考えているの。俺たちも選手をより理解して友情を深めたいと思っている。そういった機会をもらえるなんて光栄だ。では先に失礼するわね。聖芸の身勝手な行動でお二人の手を煩わせてしまったことを再度謝罪させてちょうだい。ごめんなさい。お母さんっていつもそうだよね。敬意を聞かずに先に私を叱る。さっきは緊急事態だったの。助けることができるのは私だけだったから。セーゲ、あなたは私と約束したはずよ。この件に関しては帰ってから話しましょう。見苦しい場面をお見せしてごめんなさい。ではまた後で。玉空にああいった一面があるとは思わなかったな。I didn't know she was a mother, bro.
君の観察眼はいつもユニークだ。確かに外見だけでは泉州の長命種が俺たちの数倍も長く生きていることなど誰にも想像できないだろう。セイゲイさんのような親しい人と話している時に見せる悩みと関心だけが玉空も誰かの母親であることを意識させる。ああ、俺もかつては子供の勉強や明日の食事のメニューのような他愛のないことで悩む父親だったからな。しかし理解できないこともある。確かにセイゲイさんは勝手にセイサを運転し危険な目に遭ったが、功労も確かにある。なのに彼女に対する玉空の態度、何か事情があるらしい。まあこの話はここまでにして、早く四神宮に行った方がいいだろう。舵取りを待たせるわけにはいかない。四神宮に入った後はそんな風に急に大声を出さないように気をつけてくれ。俺たちは天白氏の舵取りに招かれたんだ。友達の家に遊びに行くのとはわけが違う。外交の場ではより品格のある言動が大切だ。よし、もう時間がない、出発しよう。どうして私の言うことが聞けないの？ Shit. Oh, shit. 私の人生の話だからだよ。 Oh shit.私に才能があるって知ってるくせに、私はラフで一番の飛行士になれる。お母さんのようにね。才能？あの二人がいなければあなたはとっくに死んでいたわ。セイサを盗んで飛んだ時は楽しかったでしょうね。でも忌み物に囲まれた時はどうだったかしら。たった一秒でもあなたを失う私の気持ちを考えたことはある？みんな天白氏でゆったりとした職に就きたいと思っているのに、あなたって子は私にちゃんと働くって約束したわよね。あなたは天白氏の規則だけじゃなく親子の約束も破った。お母さん何回も言ったでしょ、仕方ない状況だったの。一度だけでもあなたの天白氏の役に立ちたかった。毎日机の前に座って終わりが見えない書を処理してるだけなんて嫌、私には合ってないよ。戦闘艦飛行士の試験の時私最高点を取ったでしょ。みんな私のことをお母さんに劣らないほどの天才だって褒めてくれた。さすが玉空様の娘だって羨ましいって言ってくれた。でも彼らは私がこっそり試験に参加したことを知らなかった。だってお母さんに知られたら絶対に許可してくれないもの。 Yeah, should we be here? そうね、もし私がダメと言っていたらあなたは試験会場に行くことも戦闘艦に乗ることもできなかったわ。天才、二度と私の前でこのことを口にしないでちょうだい。本当に理解できないわ。どうしてそこまでして飛行士になりたがるの？私だって、お母さんがどうして私の考えを理解してくれないのか、わからないよ。この世界では誰もが飛行士になれるのに、舵取りの娘だけはダメなの？そんなふざけた話なんてある？お母さんがもう飛びたくないと思ってたとしても、私を止める理由にはならない。私は、お母さんに飼われている鳥じゃない。セイゲ、どこに行く？ Damn, she fast. Yo.見苦しいところをお見せしてしまったわね。本当にすまない。タイミングが悪かったようだ。Yep.あなたたちのせいじゃないわ。私が場をわきまえてなかったの。ごめんなさい。人のプライベートを探るのは本意ではないが、何か悩みがあって俺たちが役に立てそうなら遠慮なく言ってくれ。ただの家庭の事情よ。さっきの話は
少し聞こえたかしら。聖芸はずっと戦闘艦の飛行士になりたがっているの。でも私は反対していて、彼女には事務員としてちゃんと働いてほしいと思ってる。独善的に見えるかもしれないけど、彼女がモンスターに囲まれている場面を想像するだけで尻尾が震える。おかしな話よね。北条の連合軍、活性化した星、どんな窮地も体験してきて、自分は恐れを知らないと思っていた。あなたたちと一緒に戦っていた時に改めて思い知ったの。Wait, when was that? 私を恐れさせるものがあるの。Oh, bro, I'm done. ごめんなさい。こんな話は客人の気分を害してしまうわね。今日お二人を招いたのは列車への理解を深めるためよ。このようなサジで場の空気を悪くするなんてよくないわ。お茶菓子を用意しているの。お詫びの気持ちとして二人とも最上級の臨演酒を召し上がれ。星の海を渡る七死人の話はとてもためになるわね。この贈り物は娘を助けてくれたお礼として用意したものよ。受け取ってくれたら嬉しいわ。天白氏の人から聞いたことがあるんだ。玉空様はラフでも一二を争う飛行士で、運気軍の切り札だと。あの弓を引く姿を見る限り噂は本当のようだ。機会があったらセーサーを運転する神業も目にしたいと思ったよ。舵取りは忙しいだろうから俺たちはもう失礼しよう。これからも頻繁に交流できることを願ってる。ベルトさんを失望させることになりそうね。空はもう私がいるべき場所じゃないの。お二人ともお待ちください。おっしゃ。本来なら命を救ってくれたお二人に改めてお礼を言うべきだったのに、また見苦しい場面をお見せしてしまって本当にすみません。あなたもそう言うんですね。あんな激しい言い方は逆効果だって分かってはいるんですけど、私はもう成人しているから夢を実現させる自由があるはずです。でも母はまだ子供だと思っていて、私を縛りつけ自分の庇護下に置こうとしているんです。まるで母のそばから離れたら私は一瞬も生きることができないみたいに。聖言さん、君の家族の問題に口を挟む立場ではないが、俺の経験から言えば、親という身分は人を頑固にさせる。岩石の形を変えるには毎日根気よく水滴を垂らす必要があるだろう。だから今日のように爆発するよりは、自分のことは自分で処理できると辛抱強く行動で示した方がいいんじゃないか。 Well, amazing advice, damn. は母は道理をわきまえている人です。でも飛行士の話になると途端に筋が通らなくなるんです。母はおもちゃの精査を隠し、港で飛行船を見ている私を引きずって机で読書するよう無理強いしました。それでも何とかして天白市に入りましたが、母の手配によって私は事務仕事をやる羽目になりました。毎日千夜通りを歩いている時に自由に飛んでいる飛行船を見ると、心の中が空っぽになった感じがするんです。ごめんなさい、お腹も空っぽだったみたいです。さっき母がお出ししたお茶菓子はどうでした？今日は大騒ぎしていたので、お腹が空きました。何も食べていないんですよ。
母が良いお茶菓子でおもてなしをしたなら、私も何かしなければ。なので、聖茶会を案内させてください。ラフの美食を味わってもらいたいんです。I mean, you don't need to. But I guess I will. この報告書。今回の広告の貼り付けはお前が…着きました。泉州ラフで一番有名な美食は、なんと飲み物なんです。この自動販売機で売っています。ごめんなさい。私はただの事務職なんで、お二人にご馳走するお金がないんです。見てください。ソーダ当汁です。一人一本でお願いしますね。味は独特かもしれませんが、私はとても好きなんです。俺も飲んでみよう。ああ、懐かしい味がする。え、あなたの故郷にも似たような飲み物があるんですか？いや、一口飲んだ時に列車に乗ったばかりの頃、姫子が入れたコーヒーを飲んで食道が裂けるようにその時の感覚を思い出した。I'm never gonna drink her coffee then. あなたはどうです？お口に合いそうですか？私も初めて飲んだ時はむせてしまいました。でももう何口か飲むと、何とも言えない変な味が口内をぐるぐる回って急に好きになってくるんです。飛ぶのと同じで、自分が好きなものを他の人も同じように受け入れてくれるとは限りません。 Well, shit. I shouldn't have said that. 飲めそうにないなら無理をしないでくださいね。他の場所を見て回りましょう。精査を鑑賞するのにぴったりな場所を知っています。人生とはそういうものなんだ。どんな人間でも実際に飲んでみるまで自分がそれを好きか嫌いかなんてわからない。唯一無二の経験はリスクのある選択の中に隠されていることが多いんだ。ベルトさんは母とは大違いですね。母はいつも一度空を飛んでしまえば振り返ることなんてできない、飛行士は死と共に飛んでいるって私に言うんです。母の言葉は正しいって分かってはいるんです。戦闘艦の飛行士はとても疲れるし危険な仕事です。それでも星の間を飛び回り、広い銀河の中で青春同盟のために戦いたいんです。セイゲイさんはどうしてその夢に固執しているんだ？お二人は古族の子試しという風習を知っていますか？生まれたての子供の周りに将来を表すものを並べるんです。玉鳥をつかむとその子は将来牧者になると言われています。刀剣をつかむと戦士になり功績を立てることができると言われ、おもちゃの精査をつかむと That's pretty cool.いいえ、私ではなく、Wait, what? 比類なき天才である母が掴んだんです。母はおもちゃの精査を掴み、まれなる飛行士の才能を見せました。成人したばかりなのに将軍様に登用され、運気軍に入り戦闘艦の飛行士になりました。母は数々の奇跡を起こしました。密集したホリジンの対空火力の中で豪雨をかいくぐり、飛ぶ弓矢のように立て続けに3層もの銃艦を追撃しました。そんな人物の娘であることを私はとても誇りに思っていました。物心がついた時から私も将来は母のような伝説を作りたいと考えていたんです。その気持ちはわかる。子供にとって親はいつだって英雄だ。そして英雄のイメージは往々にして子供の人生に影響を与える。さっきの物語は母が直接聞かせてくれたものじゃありません。第三次北条戦争が終わってから今に至るまで母は精査に乗っていません。それどころか自分の戦績について何も言いません。
子供の頃、私は見よう見まねでセンサーを運転し、いろいろ極端な操作を試しました。そして、私には母と同じ才能があると証明したんです。だって、私は生きていただけじゃなくて、無事にセンサーを停止させることもできましたから。その後、母の前に連れて行かれた時、私は褒めてもらえると思って、すごく喜びながら自慢したんです。ところが、あの時、初めて母のあんなに怖い表情を見ました。未成年が精査に乗るのは悪いことです。でも、母はあの時それについて怒ったわけじゃなくて、私が母を目標にしたこと、そして同じ才能があることに対して怒っていたように思いました。私にはその理由がずっと理解できないんです。親は子供の安全を願うものだ。俺には君のお母さんの気持ちが少しわかる気がする。でも飛びたい、それが私が唯一したいと思えることなんです。だって私はすでに空に触れてしまったから。今母の秘書の結城さんからメッセージが届きました。私を助けに行った時に母がいつも身につけている装飾品を海星港で落としたそうです。結城さんはその装飾品を見つけ出し母に返して仲直りしたらどうかって言っています。海星港で落としたのか。うん、なら俺たちも同行して一緒に探そう。ありがとうございます。こんなことでお二人の手を煩わせてしまっていいのでしょうか。その通りだ。お二人ともよくしてくださって本当にありがとうございます。今度必ず美味しいものをたくさんご馳走しますね。忌み物と戦った時、あたりは混乱していました。How? 母が落とすとしたら、What? ここら辺のはずです。セイゲイさん、装飾品の特徴を教えてもらえないか。四角い形をした小物のはずです。母がずっとそういった装飾品を身につけていたのを覚えています。どうやら今回の件は君の専門分野のようだな。Wait, is it? もちろん君は優秀な戦士だ。だが同時に、huh? その鋭い観察眼には目を見張るものがある。Hey, that's a fact. That's a fact. 君は宝箱がどれだけ深い場所に隠されていても見つけ出しているだろう。まさか君以上に乱雑なものの中から目立たない装飾品を見つけるのが得意な人物がいるというのか。冗談を言わないでください。落としたのは装飾品ですよ。Oh, chill. どうやってこんなものをずっと身につけるんですか。しかしこの陶磁器自体はなかなか精巧な作りをしていて綺麗だな。これは確かこれは母が常に身につけていた装飾品ですが、中にこんな小さなものが入っているなんて初めて知りました。純種の希少。これは飛行士が星座の中にぶら下げるものです。飛ぶ時の幸運を祈る品なんですよ。おそらく君のお母さんにとってとても大事なものだろう。セイゲイさん、送っていくから君が直接返すといい。そしてこの機会に彼女としっかり話し合うんだ。いいえ、もう少し待ってから帰ろうと思います。 Of course, of course, of course. それと帰る前にお二人に手伝ってほしいことがあります。君のお母さんの説得を手伝えというのなら少し難しいな。家庭の揉め事を他人が処理することはできない。いいえ、誤解です。私はただ
母が何を考えているかを知りたいんです。一体何が天才飛行士を、飛ぶことを愛していた人をあんな風に変えてしまったのでしょうか。これを肌身離さず持っているということは、今も自分が飛行士だった頃を懐かしんでいるんでしょう。なのに母はもう飛ぼうとはしない。それどころか私が戦闘艦の飛行士にならないように反対している。一体なぜなんでしょう。なるほど。事情を知っている人にそれとなく話を聞くことくらいなら俺たちにもできるかもしれない。 Yep。 新作府のケイゲン将軍は公務で忙しい。俺たちに会ってくれるとは限らないが、試す価値はある。玉空は彼が抜擢したと聞くし、誰よりも昔のことを知っているはずだ。将軍様ですか。直接将軍様にお伺いしてもいいんでしょうか。あ、でもお二人は将軍様の気品でしたね。しかしお二人にとても迷惑をかけているような。大丈夫だ。もし玉空が空を飛ばない理由が分かれば、彼女が聖芸さんを戦闘艦の飛行士にしたくない理由も分かるだろう。この件に関して俺たちは直接君の手助けをすることはできない。だがもしかしたら君のお母さんを説得する突破口なら見つけられるかもしれない。 Leave it to us。 ああ、心配する必要はない。それではお二人にお任せしますね。私はしばらく星座界を散策しています。今はまだ天白市に戻りたいと思えなくて。ベルトさん、それに君も来るとは。新作府に何か用事でも。緊急の用事ではないんだが、ただ玉空のことを少し知りたくて来たんだ。玉空。ああ、天白市の事務員が聖者で救助を行おうとした結果、危険な目に遭い、二人の種族のために助けてもらい、事なきを得たという報告を受けている。ラフを代表して、君たちに礼を言おう。だが珍しく玉空がカンカンに怒っているようで、この新作府の部屋にいても、騒いでいる声が聞こえてくるほどだ。なるほど。あの親子の面倒ごとに巻き込まれたのか。玉空はかつて才能ある飛行士だったと聞いたんだが、娘が同じ道を歩むことを拒絶しているらしいと。そういった問題は当事者の口から答えを聞くことに意味がある。そう思わないかい。もちろん君たちがここに来たのは、玉空がその理由を語らず口をつぐんでいるからだろう。もし聖芸殿の好奇心を満たしたいなら、話題から少し遠ざかった方がいい。飛行士としての玉空について何が知りたい？ This one。 これは低級の使命の生物。どこでこれを手に入れたのか詳しく聞いてもいいだろうか。 On the ground。道端で？それなら今度私も探しに行こう。このような保存状態の生物は市場では少なくとも2万滴の価値がつくだろうから。彼は冗談を言ってるだけだ。この生物は玉空が肌身離さず持っていた装飾品の中にあったんだ。聖芸さんから一時的に預かっている。だから玉空の当時の話や、それから彼女がもう飛ぼうとしない理由を聞こうと思ったんだ。この生物はただの工芸品ではない。血と涙の証を明記したものだと言える。君たちは泉州が星の海を遵守していたことについて知っているだろうか。少なくとも北条戦争という言葉は聞いたことがあるはずだ。泉州が不死の忌み物を排除し、同時に北条の忌み物の軍団が何度も戦線を突破し、
泉州を危機に陥れた。30年前に妖精と宝庫、2艘の泉州が敵に包囲されてね。同盟と北条の民の長い戦争の歴史の中で、あの空中戦は最も悲惨な戦の一つだと言える。何倍もの数を誇る北条の忌み者を相手にし、100万に近い戦闘艦の飛行士が命を懸けて戦ったんだ。生きて戦場を離れることができたのは10万にも満たなかった。だがこの敗北を喫した戦争の最後に帝宮の使命が現れた。慶天の荒野が北条の忌み者たちを倒していなければ、ラフは今無事に航行を続けてなどいないはずだ。これらの生物の材料となるのは、帝宮の使命が戦場に残した余人。生き残った者にとって、その中にはかつての戦友が流した血、敵の怪人、そして自身の記憶が散りばめられている。玉空はその戦いの生き残りなんだ。そして彼女の親友である西翼は異教に骨をうずめることになり、帰って来られなかった。もう聞きたいことはない、感謝する。玉空がもう飛びたくないと思うほどの心のわだかまりを持っていたとしても、私には憶測しがたい。ましてや彼女の古傷をえぐりたいわけでもない。自分の過去を簡単に捨て去ることができる者などいないだろう。玉空と西翼は生死を共にした親友だった。彼女はおそらく自身たちに関する思い出を心に留めているに違いない。この件に関して私は口出しをするべきではない。しかし聖芸には過去を知る権利がある。彼女の未来を左右する話だからね。慶元将軍、感謝する。このような些細な話で時間を取らせてしまって本当に申し訳ない。ベルトさん、それは違う。これは親子が互いを理解し合うために必要なことだ。些細とは言えないよ。私に言わせれば、新作府にある山積みの書と多すぎる会議こそが些細なことだ。それでは俺たちは失礼する。聖査会に行って聖芸さんを探そう。来てくださったんですね。母は機嫌が悪いようで散歩に出かけました。はい、多分私のせいです。君たち親子はそっくりだな。はい、喧嘩のたびに私たちは気分転換をするために散歩に出かけるんです。ただ私は聖査会の一方へ、母は逆の方向に行くんです。そうすれば喧嘩後にすぐに顔を合わせなくて済みますから。それは、そうですか。私はなんだかバカらしいと思いますけど。話を戻しますけど、将軍様から何か話を聞くことはできましたか？君のお母さんは君に何も話していないのか？私は母の話を知りたいと思っているんです。でも母は話をそらすか聞こえないふりをします。おそらく母の過去の経験が一生治らない傷になっているんでしょう。だからそれを理解してからはもう聞かないようにしているんです。そうだ、玉空がもう飛ぼうとしないのも、君に飛ばないでほしいと思っているのもそのせいだろう。つまり母は親友を失った傷を思い出すから私に飛んでほしくないんですね。私に才能があるからこそ母は恐れてしまう。私が
親友の二の舞になるんじゃないかと。俺が君のお母さんの考えを憶測して語ることはできない。やはり親子で直接話し合う方がいいだろう。はい、ベルトさんの言う通りです。ただその前にいくつか確認したいことがあります。将軍様がおっしゃる過去はおそらく四神宮の書庫に保管されていると思います。昔母があるものを大切そうに書保管庫にしまっているのを見たことがあるんです。確か日記のようなものでした。その日記の場所に心当たりは？はい、なんとなく覚えています。でも四神宮には多くの書がありますから、お二人にも探すのを手伝ってもらえないかと。俺たちは部外者だ。四神宮で書を探すなどあまりにも無礼すぎる。セイゲイさん、探し物は手伝えないが一緒に行くことならできる。どうする？すみません、配慮に欠けていましたね。え、わっさー、名前だ。ここにあるはずです。どれどれ。見つけました、これが母の日記です。セイゲイさん、それは君のお母さんの個人的な日記だ。俺たちは見ない方がいいと思うが。大丈夫だと思いますよ、もう何十年も前のものですから。それにお二人にとっては人生の半分以上も前のことです。いや、それでも俺は読むべきではないと思う。シュ、Why me? セイゲイさんのそばについていてあげるといい。俺は少し離れた場所で待っている。はい、わかりました。本当に大丈夫だと思うんですけどね。私の記憶によれば飛行士の生活に関する感想が書かれていただけたと思います。ベルトさんは確固たる一線を持ち、絶対にそれを超えない性格の方ですよね。一目でわかります。一緒に読んでみましょう。 Hey, whoa, whoa. No, 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 no. もしかしたら日記から何かわかるかもしれません。 No. This. Damn. That's a lot of damn text. Okay. 君たちは何をしている？舵取りの大事な娘さんがよそ者を連れてここでこそこそしているとは一体何事だ？君たちが手に持っているのは何だ？何？玉空様の日記だと？大胆にも程がある。玉空様の個人的な日記まで読むのか？しかも玉空様の娘さんと一緒に。 Why? 君たちは全く。ガメさん、怒らないでください。これには理由があるんです。事情は理解した。セイゲンさん、玉空様が飛行士にならないよう君を止めていることに関して納得できずにいるのは知っている。だが玉空様には考えがあって。顔明さん、あなたの話も理解できます。でも今は自分が飛行士になれるかどうかよりも母がどんなことを経験したのかを知りたいんです。どんな出来事が天才飛行士である母を今の舵取りである玉空に変えたのかが知りたくて。僕も結構長い間ここにいるから、気になることがあるなら直接僕に聞くといい。勝手に資料を漁るのはいい行いとは言えない。This one, right? やめてくれ、これは僕が見ていいものじゃない。僕には渡すな。ああ、他の質問をしてくれ。僕が答えられるような質問をな。この生物、僕の記憶が正しければ玉空様がずっと身につけていたものだな。あの戦いが無事に終わったのは帝宮の使命の加護があったからだと聞いている。
玉宇様がまだ飛行士の装飾品を持っているとしたら、彼女はずっと空を恋しく思っているんだろう。空を恋しがっているのに、母はどうしてもう飛ばないんでしょう。西翼さんの死は彼女にとってあまりにも大きな打撃だったんだろう。それについては僕に聞かず、君の母君に直接聞くべきだ。西翼さんか、覚えているとも。一二を争う軍備士で、彼女と一緒に飛びたい人は数えきれないほどだった。彼女の夫コーエンさんは飛行士だった。夫婦で戦闘艦を操縦している姿は羨望の的だったよ。しかし彼女と一番相性がよく一緒にいたのは君の母君だ。彼女たちが一緒に出撃した回数は、コーエンさんと一緒に出撃した回数よりも多かった。特にコーエンさんが戦死してから、西翼さんは君の母君以外と組むことはほとんどなかった。Why I feel like... 残念なことに、しばらく経たないうちに西翼さんも帰らぬ人となったんだ。飛行士の人生とはそういうもので、いつその飛行が最後の一回になるかはわからない。西翼さんの死は玉宇様に大きな打撃を与えた。あの戦いの後、彼女は習わしに従って西翼さんの遺品を提出せず、自分のもとに残し、時々取り出しては眺めているそうだ。どういう意味だ？先週人である僕の唯一の長所は長生きしていることだ。目撃した出来事は、あの命が儚い古族の飛行士たちよりも多い。結局、あの天才たちはみんないなくなった。僕が唯一できるのは、たまに思い出して、他の人が彼女たちをすぐに忘れないようにすることだけだ。西翼さんの遺品は、どこに置いてあるんでしょう。とにかく、先ほどのお話を教えてくれて、ありがとうございます、亀井さん。いいんだ。君にとっては相当重要な話だろうからな。僕にはわかる。これから君たちは、玉宇様の仕事机を漁りに行くのだろう。セイゲイさん、君の気持ちはよくわかる。僕は何も知らないかのようにここから離れよう。上司の私的な話が明らかになる場面に立ち会わないのも社会人の基本的な教養だからな。今日僕に会ったことは絶対に母君には言わないでくれ。わかっています。まったく厄介な子供だな。君と言い争うのが面倒なだけだ。早く行くといい。もう少しすれば玉宇様が戻ってくるだろう。 Let's go, let's go. この冊子は母の日記とよく似ていますが、どうやら西翼さんのもののようです。 Oh, oh my godOkay, M Dragon. Who next? No. Fair enough. Okay then. The big reveal. つまり、私は母の養子で、西翼さんこそが私の本当の母親だということですか？内心、なんとなくそんな気はしていました。でも、真実だと知らされると、やはり夢を見ているような気持ちになります。あの子を空に触れさせないで。これが母が私の夢を、戦闘艦の飛行士になることを拒絶する理由なんでしょうか。 She doesn't want to look. No. だから母は、私が小さい頃に父はどこにいるんだと聞いた時に、あなたは開成校の精査の製造ラインから生えてきたって答えたんですね。当時は子供を騙すのが下手だなって思っていました。むしろ私が母の才能を受け継いだと褒めているのかと疑ったぐらいです。どうしてかはわかりませんが、この日記を読んでから
母がもっと近い存在に思えてきました。血のつながりはないけど、今までより母のことを理解できるような気がします。お願いです、もう一度一緒に来てくれませんか。母とちゃんと話がしたいんです。 I guess I can。 よかった、ありがとうございます。 Where's Well though? わかった、そういうことなら俺たちは君と一緒に玉空のところに行こう。だがいくら俺たちが手助けしたいと思っても、君が話している間俺と彼は口を挟むことなどできない。はい、大丈夫です、分かっていますから。お二人がそばに立っていてくれるだけで私は勇気をもらえるんです。母は機嫌が悪いと玉海門が見えるところに行って気分転換をするんです。今も母はそこにいるはずなので行ってみましょう。お母さん。セーゲ、どうしてあなたたちもここにいるのかしら。セーゲイさんは熱心な人で、俺たちに聖査会を案内してくれたんだ。道中で彼女が母と仲直りしたいが少し恥ずかしいと言っていたから、余計な世話だと知ってはいるがここまでついてきた。そうだったの。娘は子供っぽいからあなたたちには気を使わせてしまったわね。お母さん。もういいわ、遅い時間だし、話があるなら帰ってからにしましょう。実はお母さんと話し合いたいことがあって、何が何でも私は戦闘艦の飛行士になりたいの。その件については何回も話し合ったでしょ。ダメなものはダメよ。でも、でも。セイエイさんはためらっているようだ。I'm me。君のような同年代の子が背を押してあげた方がいいだろう。口出しをするべきじゃないって言っていたのに、ベルトはやっぱり我慢できなかったみたいだ。さて、どうやってセイエイの背を押そうか。I don't know. 最欲の日記、どうして。なるほど、そういうことね。セーゲ、ごめんなさい、私はあなたの夢を応援できない。なぜなら私はもう別の人に誓いを立てているから。許してもらおうとは思っていない。でも弁解させて。お母さん、何を言ってるの。私たちは親子なんだから、許しとか弁解なんて必要ないでしょ。お母さんの話は何だって聞くよ。昔の話よ。私はあなたと同じように空に対して憧れを抱いていた。私はあの感覚を知っている。宇宙を航行すると周りには広々とした空があって、その遠くは想像できない不思議な景色ばかりだった。星の海でポツンと浮かぶ船のように漂うことを孤独だという人たちがいたわ。でも私たちはそれを自由と呼びたかった。西翼もそんな人だったわ。私たちは幼い頃から仲のいい友人で、捕まって将軍様の前に連れて行かれるまで星座を運転してはいろんなところで騒ぎを起こしていた。その後私たちは天白士切っての戦闘艦飛行士になったわ。あの頃の生活は楽じゃなかったし、むしろ残酷と言えるものだった。傍らにいる友人が寄港できるか永遠にわからない。もちろん自分が寄港できるかどうかもわからなかった。でも私にとってあの頃の思い出は人生の中で最も素晴らしいものなの。情熱が飛ば散り、大空で戦い、悪を討ち、正義を貫く、
古族の一生は短い。なら誉れあることのために燃えるべきでしょう。今日の中域は快晴、飛ぶのにもってこいの天気ね。今回の相手はオリジンの主力艦隊よ。そんなに興奮しないで、少し冷静になって。何よ、1年の産休で技術が鈍ったの？自信をなくしたとか？そんなことないわよ。あなたってばしばらく私と一緒に飛んでいなかったから、すごく興奮しているのね。そんなに私に会いたくてたまらなかったの？その通りよ、死ぬほど会いたかった。あなたがいないと宇宙が一回り小さくなったように感じるの。でも最翼、あなたが戻ってくるとは思わなかったわ。戦闘艦の操縦はあなたにとってそんなに魅力的なの？すごく魅力的よ。辛い上にお金も稼げない。毎日命を危険にさらして、ラフには1年の中で数回しか帰れない。それでももう一度選べるとしたら、私はまた戦闘艦の飛行士になるでしょうね。だって私はもう空に触れてしまったから。脳って不思議な器官よね。200年ほど生きて、ほとんどの雑談は忘れてしまったのに、その大したことのない話だけは一言一句覚えているわ。だってそれが私と西翼の最後の雑談だったから。西翼、oh, damn. 頑張ってねえ西翼、目を開けて西翼。ありがとう、私はいい人生を過ごせたわ。でも平家には同じ道を歩かせないで、彼女だけは戦闘艦の飛行士にしないで。西翼、彼女はあなたの娘よ。あなたが直接言いなさい。もうすぐ助けが来る。目を開けて、聖霊が待ってるわ。光栄はもう死んでしまったでしょ。あなたまで聖霊の前からいなくなっちゃダメ。目を覚まして、最悪、最悪ってば。燃え盛る聖者の残骸の中から私が這い出した時、血も涙もない星の大気に飾られていない空が見えたの。あれは私が見た中で最も美しい空だったけど、感じたのは耐え難い悲しみだった。私は無力なアリのように地面に這いつくばって空を見ているしかなかった。夢の中で私はその日に死んだの。その話をしてくれるのは初めてだね。でもお母さん、私はもう無知な子供じゃないよ。戦闘艦の飛行士になる、それは残酷な道だけど、覚悟はとっくにできているの。だから私は尻込みしたりしない。生みのお母さんと同じ道を進むのも怖くない。私が犠牲になることで千秋の民が幸せになるなら、私は喜んで死ぬ。あなたは本当に西翼によく似ているわ。だからここ数年、あなたが優秀になればなるほど私は怖くなっていったの。あなたがすでに覚悟していることは知っている。でも私はまだ覚悟できていないのよ。あれらの残酷なことが起きても
私の心は折れてはいない。私、西翼、そしてあなたの父である光炎は入隊した時からとっくに覚悟はできていた。でも西翼を、数十万の戦友を奪ったあの戦いで私たちがどうやって勝ったかは知っているかしら。それは帝宮の使命の矢で。そうよ、帝宮の使命の強力な恩恵は一撃で忌み者たちを一掃してしまった。私たちはそれらの侵攻を防ぐためだけに何十万の命を犠牲にしたのよ。帝宮の使命にとって敵を倒すことが息をするのと同じように簡単な行為なら、私たちの犠牲は何だったっていうの。アイオーンの偉大なる力の下では凡人の犠牲なんて一生に付す程度のものに過ぎない。取るに足らないことなのよ。お母さん。でも私は自分の恐怖のために他人の代わりに決断を下すべきじゃない。たとえその人が私の娘であっても、私はあなたの人生にあまりにも乱暴な形で手を出してしまった。ごめんなさい、母親失格ね。お母さん、謝らないで。謝らなくていいから。明日手続きをするわね。昔の西翼と同じように、まずは地上勤務から始めなさい。あなたはきっと立派な戦闘艦の飛行士になれると信じてるわ。本当？ありがとう、お母さん。本当にありがとう。あなたが私と同じ道を進むことを心配し、西翼と同じ道をたどることに怯えた。でもそれがあなたの選択である以上、私は全力で応援するわ。あなたが後悔するまでね。お母さん、最後にちょっとしたお願いがあるの。言ってみて。私、一度でいいからお母さんと一緒に飛びたいな。それはダメよ。Why did the music? Oh, never mind. それはどうして？だって私はもう空に触れてしまったから。Well, that was a beautiful story. I like it. And I got a message. Hey, yo!